皆さんこんばんは、ピンクポイントの高光です。本日はいつもとまた撮影のアングルを変えまして、この台と、壁を使いながら実際のあの体の動きに関して、ワンポイントで、解説をしたいと思っています。で ここから、5月1日からですね、オンラインレッスンを始めていくにあたって、まあ、実際に私もブーツだったり板だったり履きながら一緒に通信アプリを使ってフェイスとフェイスでやっていければっていうところの部分と、そのブーツを履いてる時の結局足元足首の動きがよく見えない、わからないっていうところが、実際あったりだとか、コミュニケーションの中で、どうしてもそこが意図した形で伝わってなかったりとか、そういう部分って出てきます。でやっぱり皆さん、最後は知りたいのは結局どう動いたらどうやればどういう感覚でどういう風にっていう具体的なところの部分とか細かい部分になってくると思います。かつ、皆さんの体とまた私の体とそれぞれ身体的な、まあ、特徴だったりだとか、例えば可動域にしても筋力にしても、そういうあとはもしくはこういう風に動かすっていうような方向だとか感覚っていうのは全然一人一人違います。ただ人間の体の構造だったり仕組みだったりは基本的には、同じですので、その中で自分の得意不得意だったり、できるできないだったりだとか、知ってる知らないだったりっていうのがあるだけなので、まあ、そういったところを実際はお互い目の前にいて実体にも触れながらそこに感覚を作っていってあげたりっていうやり取りまでできれば、まあ、理想ではあるんですけれど、これまで、直接例えばスキー&スノーボードジムとかオフトレの講習に参加してとか、そういった場でなければこういうレッスンを受けられなかった方もこうやって、ウェブ上でオンラインで、やっていくことができますので、ぜひ、この機会に興味はあったけど、まだ受けたことがないっていう方だったりだとか、今までこういう問題課題があってなかなか何年もそれが変えられなかったりだとか、で以前私の講習を受けたことがあったとしても、レッスンとかも受けたことがあったとしても、やっぱり毎年こういう知識だったり情報だったり、もしくは感覚的にお伝えできることだったりっていうのはアップデート、されているので、よりあそうだったのかっていうふうに、深まってくる部分もあると思います。ですので、せっかくのこういったおうち時間を生かしていろいろとこういうのでやっていければと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。で今日なんですけれど、1個、オンラインレッスンをしていくにあたって、まあ、今日は板は履かないんですけれど、このやっぱ壁とかがあったり何か、椅子でも何でもいいです。こういうものがあれば傾いて自分の体を支えるっていうことが、できるので、ぜひ、まあ、両側なくてもいいです、片側だけでもいいので、こういうものがあるといいかなっていうふうに思います。で普段足場と重心っていう形で、まあ、今つま先とつま先、かかととかかと結んだ四角形のこの空間が自分の足場で、その上に重心っていうのがあればっていうのはよく言ってたと思うんですけれど、それは滑ってる時も、一緒です。滑ってる時はただ傾いてますよね、そのまま直角行のようにまっすぐ立ってではないと思います。傾いているっていう関係に、なってくると思います。でこういう傾きを作っていった時に自分のポジションがいいのかな悪いのかなっていうことを、確かめて、いけるようなイメージ作りだったり感覚作りだったりっていうのもやっていくことが、できます。細かい、具体的な部分だったりだとか、それぞれに合わせてっていう点に関してとか、セッティングに合わせてっていうことに関しては、ここの中では、お伝えしきれないんですけれども、まあ、まず傾きましたってなって壁にグッと、支えてますっていうふうになった時に、今のこの姿勢でグッとこの壁を押してる感じとか地面グッと押してる感じっていうのが、例えばじゃあこれが、ひとまずいい姿勢だったとします。それが例えばちょっとこうやってお尻出してみましたっていうふうに姿勢を一回変えてみると、地面を押してるよっていう力の感覚、壁を手で押さえてるよっていう力の感覚がここにいる時とここにいる時全く別物に感じるはずです。でこういう姿勢だけじゃなくて、もしくはもうちょっとこういうふうに体をかぶせてみましょう。この時の地面を押してる感覚、壁を押してる感覚もさっきのこの姿勢が一つじゃいいですよっていうふうにした時に全然感覚変わってくると思うんですよね。地面に対して
押してるっていう力の感覚自体は傾いた時にこの姿勢を支えてるってなると自分の体重を体重の1倍の力で押してるっていう関係がまっすぐ立ってる時だとすると滑って傾いてる時はそのままの力だと傾きを保つことができなくて倒れてしまうっていうふうになるので、まあ、実際にこの力も計算して出していくことができるんですけれど傾きが大きくなればなるほどより自分の体重以上の力でエッジで削った雪の壁に対して力を伝えてなきゃいけないっていう関係を作り出すにあたって大事なのが自分がエッジで削った雪壁の上に重心を乗せているっていう関係それがスノーボードの場合はエッジが1本なのでそのエッジで削った雪の壁にまず乗せるっていうことが非常に大事になってきます。で今日は、その両方のターン細かくっていうわけではないんですけれど今みたいにつま先側のトーサイドのターンで壁に寄りかかってみたときにそういうポイントで自分が地面を押している力の感覚が変わったかなっていうところを体感していただけたらまずそれだけでも一つの大事なヒントになってくれると思います。まあ、こんなような感じで、オンラインレッスンで押していくにあたってもレッスン中に全部こういうことを解説したり説明していきながら、やっていくと60分90分ないし2時間とか、まあ、そういった時間枠の設定の中で、それを同じことをお伝えするやり取りがどうしても増えてしまうので、まあ、今、いろいろな方もオンラインレッスン始められてると思うんですけれどもいろんな方の意見をとかいろんな方からいろんな言葉を聞いて自分の体で試してみて自分でまたどうだったのかっていうこととかっていうのがすごく大事になってくると思います。私に関しては今までやっぱりスポーツバイオメカニクスということでスノーボードの動作の解析をして実際にエッジ何度だったその時の重心どこにあったそれで板に出して前後どうだった内外どうだったどういう関係だった時一番速度が速かったとかずれてるずれてないだとか関節の角度は何度だったとか、まあ、そういったものを数字調べていった中でこういうのがまず一番、研究をした中ではいるべき位置関係一番パフォーマンスを、高く保ってられる位置関係っていうような、やり取りに関して、いろいろ調べていきました。実際それでまた自分で感覚で、体で実践して試していってってなった、まあ、大学院の、2年目終了して翌年の社会人になって1年目の時に、まあ、全日本選手権優勝したりそこからワールドカップ出てっていうような結果的に競技成績にも結びついていきました。ですのでいろいろな主義手法だったり方法論っていうのも非常に大事になってくるんですけれどこういった物理的に何起きてんのっていうこととかだったり、まあ、物理的に何起きてんのだけじゃなくて体の仕組み構造上そういう姿勢だった時どこの筋肉一番使われててとかどういう体の感覚になっていてだとかそういうようなところも含めて、知っていくことで全然これまで見えてきたものと違う世界観が見えてくると思います。そして、そういったやっぱり数字で調べてみて、一番良かったなと思うのは高校生だとか大学生だとか、まあ、そういった時に、まだそんな物理的だとか体の仕組みだなんていうのが全く分かってなくてトレーニングに関してもようやく大学生ぐらいからあこうやっていくことで自分のその体の感覚の向上につながったり筋力体力だけじゃなくて競技にも結びつけていけられるようなっていうようなところをようやく学んで実践できたのはやっぱり大学生ぐらいだったんですけれどやっぱりそれまで技術的に教わってきたこととかやってきたこととかを自分で数字で調べてみてあよかったなと思うあれこれって当時教わってきたこととちょっと逆じゃないかとかっていうようなところが出てきたりだとかやっぱりそういうふうに見ていくことで今まで自分がそれを忠実に再現してやろうと思ってたことでなんかうまくいかないなと思ったらそういった部分が実はあったりします。なので主観的なことの良さとやっぱり客観的に分かっていることを踏まえた上でっていうことの良さと両方がやっぱりあっていろいろと噛み合ってくる部分ってあると思います。特に僕みたいな、スノーボーダーの場合はすごく頭でっかちなので頭の中でやっぱり分かってないとなかなかうまくそれを体で表現できないんですよね。なので、こういうふうに、まあ、何が起こってるのか本当のことを知りたいって思って、大学院でまさかそんなスノーボードの動作の研究指定だなんていう道に進むだなんてっていうふうに、そうじゃ思ってたんですけれど、まあ、そういったことがまたこうやってね皆さんの目の前で喋りながら配信してだなんていう日が来るだなんていうのは全くもって、想像もしてなかったんですけれどやっぱりこういうふうに、自分がやってきたことを、まあ、少しでもシェアしていきながらお役立てできる、まあ、貢献できる
そしてこういったおうち時間を有益にというか楽しく充実した時間にしてもらえるような形でいろいろ配信はしていきたいと思っております。今日はこんな内容をお届けできたらと思います。ぜひ今日の動画も気に入っていただけた方は高評価とそしてチャンネル登録もしてこの配信を見逃さず見ていただけたらと思います。それではありがとうございました。